フェベです。バイダンです。バイダンチャンネルです。さあということで今回は質問会でございます。はい、まあ各種 SNS から届いた、はい、質問に答えていくということでございまして、まあまあ最近ディズニーばっかではなくて幅広くなってきましたけども、はい、いいんですよね。フェベとバイダンチャンネル厚みですからこれも厚みの一つです。そうですね。いろんな質問に答えれるところですね。はい、さあということで今回は、政党ですね、フェベに対する質問でございます。はい、おすすめのデートプラン教えて。はい、さあということで、まあ、節目節目でなんかデートプランとかで聞かれるんですけど、はい、今回はちょっと、うん、狭めというか、はい、あの要望がね、うん、まあ、男子中学生からの質問なんですよ、はい、今回嬉しいですよね。中学生も見てくれて、うん、ありがたいことですよ、はい、で、うん、まあ、男子中学生ということだけならいいんですけど、うん、もう一個あって、はいはい、今度ディズニーシー行くみたいなんですよ、うん、でディズニーシーでのおすすめを教えてほしいんだけど、はい、彼女が、はい、まあ、女の子が、うん、初めてシーンに行くんですって。おお、初シーン。女の子が初シーン、うん、そんな女の子を連れていくと、はい、男の子がね、うん、俺どうすりゃいい、はい、フェフェの兄貴俺どうすればいい。そんな声変わり終わってる。中学生なんだよ。何年生かわからないですけど。まあだから、はい、ね、女の子が初めてのシーンだからどうやって回ればいいんですか、うん、という質問です、ね。はいはい、なるほど。はい、まあね、まあ、まずもうおめでとうございますというか、そう、ね、はい、うん、何よりもその初めてのシーンを一緒に行けるということで、何でもいいより初めて何でも嬉しいですからね、はいはい、で一番最初に言っときますと、まず心構えとしましては、この前にね喋ったそのデートプラン動画でも喋りましたけども、男性はぜひともディズニーは女性のことをプリンセスとして扱うように、うん、ご自身がプリンスとなってその一緒に回ってみるというような気持ちを持ったらより楽しめると思いますよっていうようなのを言いましたけども、もちろんその大前提の上でちょっといろいろ困難がありますよ、困難使いますよみたいなものをちょっとそしたらお伝えできたらなと、はい、特にその中学生ってことなんで、うん、大人と違ってね、例えばもうこれ1000円6000円するようなそのご飯とかちょっと難しいと思うんで、うんうんうん、そのお金がかからない、うん、でそのロマンチックをその味わえるようなものを、うん、はいはいはい、お願いします。ですのでですね、こんなに使えますよっていうのをポイントポイントで、はいはいはい、紹介していきたいなと思うんですけども、はい、ぜひともね乗っていただきたいのが、うん、あのベネチアンゴンドラ出ましたね、はい、もうそのロマンチックをもう具現化したかのようなアトラクション。いや、あれめちゃくちゃいいよね、はい、ゴンドラむっちゃいい、はい、で、これはあくまでも一例としてです、うん、で僕もやったことあったりとか僕が使ったことがあるやつなんで、もちろんそのまま使っていただいても大丈夫なんですけど、うん、そこに個性を出していただいてもっていうのが、なるほどね、うん、このゴンドラもちろん景色がおしゃれじゃない、うんうん、で昼に乗っても夜に乗ってもまた違った景色を楽しめたりとかするし、うんうんうん、絶景スポットも通りますので、うんうん、いいんですけど、うん、よりこうよりロマンチックを演出させてるのが、うん、途中で願いが叶う橋という、うん、橋の下をこうくぐっていくんですよ、うん、でそこではそのゴンドリエさんが歌を歌ってくれて、うん、その間目を閉じてお願い事をするとそのお願い事は叶うというふうに言われているというような橋があるわけですよね、うんうん、でもちろんこんな、うん、素晴らしいじゃない、うん、もちろんね、だそれをぜひとも叶えるのをあなたがやってあげてはいかがでしょうかという、うん、叶える、うん、はい、例えばもしくは自分の夢を叶えてあげる、うん、これはもうあのもう気持ち悪がらでもいいです、これに関しては、うん、あのおもてなしのこの裏側の話なんで、うん、こんな経緯があっての方なんで、うん、あれですけど僕がやったりとかしたことがあるのは、うん、乗り終わった後に自分の願い事言うんですよ、うん、どんな願ったみたいなことだよね、うん、でその時とかは、うん、今日一日がその楽しい一日になりますようにとか、うん、いうことにして言っといたりとか、うん、そのなんかいいことがありますようにっていうのを言った後に、その後もともとなんかプレゼントがあったとか、うん、サプライズがあったとしたじゃん、うんうん、このサプライズをより大きくさせるためのこの願いが叶う橋として、うん、なるほどね、さっき言った願い事本当に叶ったよ、うん、だからお願いした願い事、うん、本当に叶うかもねっていうふうにしてあげるとか、うん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 、っていうような、まあ、テクニックっていうと大げさですけども、うん、そういったような演出ができるのがこのベネチアンゴンドラという。スケベだねなんかさスケベです、怪しいと思ったのよ、はい、C 作った人もさスケベじゃん、それ言ってたけどさ、前も違うから、ね、スケベな大人が作ったでしょ、違います違います、今回も、はい、純粋な中学生の質問にスケベな大人が答えてるから、はいはい、もうピンクです多分ね、そんなことない、そんなことない、ピンクに見えてると思います皆さん、薄黄色です
なんで決まんでんの。いや、あれあいつのせいだ、あいつのせいだ、あいつのせいだ。いや、まあ、まあ、テクニックというかね、そんなこの、まあ、ディズニーならではのこの魔法のかけ方ですよね、うん、まあね、はい、うん、っていうようなその雰囲気というか、うん、ディズニーの力も借りながらのこの魔法の力ですけども、はい、そんなようなテクニックというか、うん、いうのがあったりとかしたりとかするわけなんですけども、うんうん、ぜひともね、そのこれもまた別の動画で言ったし、その時のその別のディズニー動画でも言ったんですけど、うん、絶景スポットとかは、うん、ぜひとも行ってみてほしいんですよね。あったよね、いろいろね、はい、うん、あのフォートエクスプロレーションのその上のところとか、うん、SS コロンビア号のデッキの上とかね、うんうん、いろんなところで絶景の景色見えるんですけども、うん、プレゼント、先ほどのサプライズじゃないですけど、うん、プレゼント渡す時の僕のなんとなくの気をつけ方、うん、なんかプレゼント持ってってね、はい、こっちから持ってってってこと、はい、うん、っていう時に逆に考えて一番冷める瞬間、うん、もらう側だった時に、うん、それこそ誕生日のサプライズとかだったら、うん、何が起きたら冷めるって考えたら、うん、向こうでケーキ持ってきて、ケーキ持ってきて、うん、火つけて、火つけて、うん、あ、絶対消して、うん、っていうこのここを垣間見えた時ってすごくこう冷めるじゃない、ちょっと、まあまあまあそうだね、うん、どうせだったらわーがやりたい、うんうん、逆に言うとわーってしてあげたいじゃない。いや、そりゃそうよ。っていう時にどういうことに気をつけたらいいかというと、うん、そのプレゼントを渡すその直前の時には、うん、そのプレゼントを渡す相手の目線を誘導してあげることなんですよ、うん、そういうところで使えるのがこの絶景スポットっていう、うん、ってことで、例えば花火だったり、うん、ショーだったり、絶景のこの景色とかだったり、うん、それを見てこんなに綺麗な景色だよって、うん、こっちに目線を見せてる間にこっちから出して振り返ったらプレゼントと、ああなるほどね、うん、というような渡し方とかだったらよりこのサプライズ感が増したりとかするという、スケベだねスケベだねって言われるとちょっとあれですけど、別のとこ見ててこっち見た時にどんどんでしょ、はい、だから携帯いじりながら歩いてる女の人目の前いる、うん、であの人携帯今見てる、携帯見てる、目の前タタタタタタって言って向こうこっち見る、うん、バー怖いよいやだからそんなもんサプライズよね、違う違う違う、サプライズすぎるから、そういうことだよね、同じこと言ってますから今同じこと言ってますからね、喜ばせるか絶叫させるかの大きな違いがありますから、そこには難しいな、違いますから、なんかうまくいかないの俺の場合いや俺の中だとうまくいってるんだけど、犯罪やってるだけなんです、そっちは難しいな、違うんです、まあ、確かにサプライズはね、はい、サプライズとかそういったようなものがこう、うん、有効的というか、はいはい、うまくいきやすいですよっていうこの気をつけ方、うん、プラス、うん、あの言ってほしいちょっとトリビアじゃないですけど、ありまして、いいね、そういうのね、はい、やっぱ花火、うん、上がってるじゃないですか、うんうん、でこの花火、うん、これ実はあの花火バーって毎日のように上がって、この締めくくりのこの種類の花火が決まってるんですよ、うん、でその見た目で言うとそのパラ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 っていうその大きくこう粉みたいにこの広がる、うんうん、あの金の花火が締めくくりとして決まってるんですけども、うん、このなぜこの金のこの粉みたいな花火かというと、うん、この粉には魔法が込められていて、ね、花火を使ってパークにいる皆さんにこの魔法の粉を振りまいているんですよという、なるほどなるほど、はい、ぜひともこのトリビアというか、まあ、この、まあ、魔法の粉がかかったんだよっていうことを伝えてあげた上で、うんうん、一緒に2人で魔法にかかって、うん、パークを後にしたらっていう、ね、なるほどね、そのロマンチックというか、だからもう片っ端から一緒にこの動画見てもいいかもね、待ち時間この動画っていうか、はい、フェイフェイとバイナンチャンネル見てもいいかもね、冷めるってじゃ あれだよ、別のチャンネル、いやいや、分かるよ分かるよ、だから一緒にその場で、うん、あの知識一緒に吸収していくのも素敵かもね、あ、それもそれ楽しみ方としてね、今から多分ね、はいはい、知識でぶち込んでいくの無理なのよ、はいはいはい、例えば、まあ、今やってないからだけど、うん、例えば今週末行きますとかなった時に、うん、この2日3日で、うん、ぶち込むの無理なのよ、うん、だからこう待ち時間どうしても長いから、うん、一緒にこの YouTube 動画見てもいいですけどねいやありがたいけどね、そんなんしてくれたら、ただこうところどころでピーとか入っちゃうから、うちはお前のせいだよ、俺のせいじゃない、お前が違って違うよ、お前のこないだの動画なんだよ、お前あの病みつきになるやつで口も塞いでますね、まあそんなね、花火のこの景色等々もあって、そうとかもありながらも、やっぱりその景色とかその雰囲気、それをより楽しむような演出とかのあり方をしてみたらより楽しめるんじゃないでしょうかというような、メドの回り方が僕としてはおすすめです、ね、なるほど、はい、まあ3つって言おうてんの人は3つ、ね、そうですね、とりあえず3つ、ベネチアン、今度はベネツィアン、うん、今度は乗って、はい、
あとさ、それぞれ渡し方が、はい、まあ、絶景スポットに行きつつ、花火の魔法の知識というか、魔法にかけられましょうということでございますね。はい、はい、素敵だと思います。はい、そんなまあプラス、そのご自身のね、そのオリジナルというか個性的なものも、何よりも多分その考えてくれてる気持ちが嬉しいはずですから。そうです、もう、はい、恋って魔法ですからね。はい、その時点で、はい。いや、あ、やっぱ名台詞って本当に一行なの。ああいうなんかボットみたいな見せたら綺麗に一行で終わってるけど、本当に一行で終わるな。恋は魔法です。もうあとは顔で言うなよ。多分ここアップになってるな。多分アップになってるよね、ここで。はい、まあまあまあ素敵、まあ、というわけで絶対成功しますから、失敗することないと思います。はい、そうです、はい、うん、まあ、でも込みね、その美しい楽しい魔法の思い出として、はい、2人で共有してみてはいかがでしょうかというのと、はい、ぜひともあのパーク内でね、その日の写真、 iPhone で撮った写真も現像できるところがありますので、その写真とかも現像して帰り際とかに渡してあげると。どこでしたっけ、場所、場所言ってみましょう。一応あのエントランスのすぐ近くにあるんですけども、はい、あのカメラセンターのところと、はい、名前が、まあ、シーンの方があれだ、まあ、ダッフィーのところの横のところにありますんで、はい、そこの方で現像して大体1時間ぐらいでもらえますので、はい、はい、ぜひもそこに行ってみてください。はい、そんなわけで今回は質問会でおすすめのデートプランでございました。はい、はい、また明日の動画でお会いしましょう。また明日、素敵なライフを。なんでだよ。ピーで終わっちゃったよ。ピーで終わっちゃったよ。当たり前だろ、さっきの使えよ全部。使う、さっきの間のピーのとこ全部使えよ。もう意味わかんないから、あそこ使わないで今のところだけ使ったらマジ意味わかんないから、急に素敵なピーだろってマジ意味わかんないからな。ピー入れんのめんどくせえんだよな。お前が悪いだろ、俺さっき言わないようにしたのにお前から言ってきたんだから。もうだから俺はだから自分でピー入れやすく言ったのに、うん、お前がもう畳みかけるように言い上がるから。だから全部ピーって入れろ、全部ピーっとなる。ああもう、そうそうそう、会話丸ごと。よくないよね、おじさんたちね、慣れ、変な慣れ方してる YouTube。 すごい。変な遊び方し始めてる。どこまでなんとかなるかが分かっちゃったからね。分かっちゃった、もう切りゃいいんだから、最悪切って最初から喋ればいいから。素敵な、ね、デートになればいいですね。はい、嬉しいよね、こういうね。こういうね、いいよ ね、なんかね、男子中学生から嬉しい。嬉しい。一番オナニーするからね。言うなって。男子中学生が。